子供に対する漢方薬っていうのはちょっとやっぱり飲みにくいっていうイメージがあって、なかなかいろんな先生がいらっしゃっても子供には漢方を勧めにくいって言われることがあるんです。しかしちょっとした工夫で漢方薬飲めるお子さん多いです。やはり漢方薬苦いまずいので、少し味を調整して飲みやすくするっていうのがいいと思うんですね。大体私はこの中から、そのお子さんの好みなんか聞きながら、この中から選んでいることが多いです。一番やはり定番なのは甘いものです。アイスクリームだったりとかヨーグルト、そして練乳、チョコクリーム、あんこ、さらに1歳以上のお子さんは蜂蜜なんかもいいです。これらのものは混ぜて食べるとすごく後味が出るので、食べた後すぐお水を飲むのが大事だと思います。また飲み物はココアが好きなら最強の漢方マスクアイテムです。苦い新生配糖とか半夏写真とも飲みやすくなります。あとミロ、これは麦芽と小犬中糖の濃いと同じ成分なんで、小犬中糖がとても美味しく飲めます。他に飲み物はヤクルトだったりとかリンゴジュース。リンゴはシナモンと相性がいいので桂皮が入った漢方薬、麻黄湯とか小犬中糖と相性がいいです。他に結構最近のお子さんカルピス好きなんですね。平成の子供も、みんなカルピスと混ぜてって言うとお喜びで帰ったりしています。あと甘いものが嫌いのお子さんっていらっしゃるんですよね。その時は食べ物と混ぜます。味噌汁だったりカレーだったりで、コーンスープが結構相性がいいです。毎晩晩ご飯のおかずにヨッカン酸を入れて食べて、夜狭症が治ったお子さんもいらっしゃいます。他には調理過程で混ぜるもの、クッキーに入れて焼いたりとか、ホットケーキに入れて焼いたり、そしてゼリー、これは五苓散が入っている漢方ゼリーなんですけど、ゼリーもできます。他にハンバーグを作ったりすることもできます。あと処方箋と一緒に処方できるものがあるんですね。これは丸つきエキスといって赤ちゃんの便秘に使うお薬なんですけど、黒糖味です。苦いお薬と混ぜても周りが甘いので、その苦味を忘れてくれます。さらにこれ、タンシロップ、これも処方箋、調味剤として調剤に使われるものなので、処方箋で一緒に出せます。溶いたものに、漢方を溶いたものに少し入れるだけで、甘く冷やし飴みたいなような味になります。お子さんとても飲んでくれることが多いです。ただその子によって本当に味の好みがもう様々なので、いちいちお子さんに何が好き、甘いものが好き、クッキー好きとかいろんなことを聞きながら考える必要があるのと、あとお母さんの態度、このお母さんは一生懸命いろんなものと混ぜてくれそうなお母さんにはちょっと難しい方法、例えばクッキーとかホットケーキを作るような方法、このお母さんはすぐに諦める、でそういう人にはもうすぐ混ぜてできるようなアイスとか、そういう方法を指導しています。そういうふうに丁寧に服薬指導をすることによって、漢方を飲めるお子さんもたくさんいらっしゃいます。ぜひいろんなものと混ぜて、お子さんに飲ませてあげてください。